欅坂ニュース。皆さんこんにちは、欅坂ニュースの時間です。最近ね、いろんなあのコンテンツをいろいろ作ろうと必死に頑張ってる、欅の種なんですけれども、忙しくなってきてるんで、もしかしたら更新頻度が下がるかなと思ってますけども、この欅坂ニュースだけはね、続けたい、なんとしても、っていうところでございますね、今のところ。もうね、あの非常事態も延長になっちゃってて、まあで地域によっては規制緩和も進み始めてるとは思うんですけども、まあでもこういう時にはね、絶対油断をしないでくださいね。こういう時にこそまたクラスターとかが発生したりしますので、本当に、こういう時期にこそ、注意を、高めて、進んでいければなと思います。ということでですね、今週も欅坂ニュースやっていこうと思ったんですが、実はちょっと今週あまり大きなニュースがなかったっていうのがあります。まあ、皆さんもね、なんとなく感じてはいると思うんですけれども、新しいね、リリース、プレスリリース的なものもないですし、取材ものもそんなに、まあ、ないことはないんですけど、ちょっと情報量が少なかったので、今週はですね、ちょっと特集型にしようと思います。題しまして、欅って書けない感想戦スペシャルということでね、どういうことかというと、今週の欅って書けないがですね、実に、面白かったので、それをですね、ちょっと掘り下げようかなと思いますので、あえてニュースは全部欅って書けないの、ニュースにしようと思います。なので、見れてない方もね、もしかしたらいるかもしれませんので、そういう方にはね、ご勘弁をいただきたいと思います。まあ、まとめサイトとかにもね、ちょっとまとめてあったりしますので、もし興味がある方はそちらとかを見てもらえるといいかななんて思いますね。はい、それでは最初いきましょう。キラちゃん、運送をライバル視。まずですね、今回は三つどもえバトルということで、1期生、2期生、新2期生の3グループに分かれて、バトルをしたわけですけれども、全部でですね、今回はまだ4つ、前半戦、これの企画の前半戦でしたので、4つのバトルが行われたんですが、それの最初にあったのが、腕力自慢、ね、腕力対決で、ありました。で、今回のその企画自体が、新2期生が得意とするジャンルっていうのがテーマにありまして、今回の腕力勝負は、増本キラがね、自信があるということで、やってたんですけれども、なかなかね、こう、ライバル視むき出しで、特にですね、守谷茜に対するライバル視がすごかったんですね。対決としては、スリーウェイ綱引きみたいな形で、綱を引っ張り合うので、1期生から守谷茜、2期生から田村穂乃、3期で、増本キラという3人で対決だったわけですけれども、すごいこうみんなね、やっぱ体幹がいいんですかね、すごくいいバトルになってました。腕力というよりもあれは体幹勝負な気がしましたけど、ちょっとですね、だからラストの方で、まあ最初に負けたのが実は守谷茜だったんですが、守谷茜やっぱりちょっと、勝負に出すぎたで、失敗しちゃったっていう感じでしたけど、でそれで、結局優勝したのは田村穂乃ということで、増本は結局2位止まりだったんですが、感想を聞かれた時に、守谷さんに勝てたんで良かったですっていうふうにね、守谷へのライバル視がすごかったですね。でそれに対して、腕相撲なら負けませんって言ったら、本当にまた腕相撲をする流れになって、で腕相撲はさすが軍曹でしたね。一発で倒してましたけども、ただまた、疲れが残ってたんでっていう、のこと言って、増本っていうキャラは何なんだろうなと思いながら、でもすごく面白かったですね。これからまたどうなっていくのか非常に楽しみではありますね。スタイル対決、次にやったのが、反復横跳び対決だったんですけれども、これ得意としたね、自信があるって答えたのが、新2期の大沼でした。で大沼ちゃんはね、静岡の田舎育ちということで、ちっちゃな学校だったようですけれども、出身がですね、その中では一番だったという
ということで自信満々に、エントリーして、1期生から、ハブ、2期生が森田で3期生が大沼っていうこの3人での対決になりましたね。でハブちゃんはやっぱり足が長いんで届くんでしょうね。やっぱりうまかったですね。森田は逆にちっちゃいんですけどすごい規制を上げながら反復横跳びしてました。数はそこまでいかなかったですけどよく頑張ってましたね。で3番目に、大沼が出てきたわけですけれども、大沼さんって独特のやっぱスタイルを持ってですね、すごい腰を落とした反復横跳びを披露しました。もう新たな言葉大沼スタイルが生まれましたね。すごくこれからが楽しみです。でやっぱりスタイルといえばっていうところでね、やっぱ大関スタイルが対抗意識をむき出しにしまして、3人が終わった後に今度は大関がやるというね、まあでもさすが大関スタイル、スタイルではやっぱり大関の方に軍配があったかなとは思うんですけども、大沼さんはでもやっぱり独特でくせ者な感じはしましたけどもね、まあでもああいう天然さは欲しいですね今後もね。もっともっと野生児感を出して、やってもらえると非常に今後が楽しみになるのかななんて思います。田舎育ちがね、まあ過去には長浜ねるという野生児がいましたけれども、そこがいなくなった分、大沼さんが何かそこをカバーしてくれるようなねスタイルを作ってくれればまた面白くはなりますね。でも腰の落とし方はね下半身強化につながるような気がします。トレーニングにね組み込んだらいいかもしれないですね。1期生の女優魂、3つ目の対決が、早泣き対決、ね、涙を流した者が勝ちっていうことで、新2期生としては大園玲さんが、参加でですね、じゃあ1期生2期生誰が出るってなった時にやっぱり女優ですね、ポンポンこと小林優が出てきましたね。直近でねドラマ出てたこともあって、まあ、女優という、ね、いじり方をされますけれども、でもあれコメディ の、ね、演技だったんで泣きはどうなんだろうなと思いながらの参加でした。2期生はですね、井上が出てきましたけども、井上はまず無理だろうなってみんな思ってたと思います。もう完全にかませ犬というかもうオチ担当みたいな感じで、でも井上のオチ担当ってすごく、最近こうフォーマットとして出来上がってていいなと思いましたね。井上はこれからもああいうスタイルでいけるんであればね行きたいなと思います。でもしっかりできるところは少し作っときたいかなってね、もうちょっとフォーカスさせてあげてもいいななんて最近は思うようになってきましたね。はい、まあで3人で対決だったんですが、結果から言うとね30秒でねゆいぽんが涙を流すという、すごかった。いや女優だなっていう感じ。まさかねこんなにできるとは思ってませんでした。綺麗な涙流しましたね。目頭から綺麗な涙が落としましたけども、やっぱりこうなんでしょう、今までのやっぱり蓄積ってああいうところに出るんだなっていうね思いましたね。やっぱでもそれだけ涙を流す機会も多かったのかななんてちょっと、勘ぐってしまいましたけども、でその後ね、あまりにもすごかったんで他にっていう話になって、今度は菅井優香が出てきましたけどもね、菅井優香と、松平理子と、新劇の高坂っていう3人で、でやりましたけれども、また30何秒ぐらいでね、さすが飛龍殿で鍛えた累戦という感じの、結果で菅井さんがですね涙を流しましたけれども、でも感情の作り方とかが本当に、ね、まあ、やっぱりデビューして4年、やっぱり身につけてきたんだななんて思いながら、見たところでした。やっぱでも本当に1期生はガチ感がすごかったですね。涙対決に関してはやっぱり1期生の貫禄勝ちって感じでした。でやっぱああいうのを見るとまた演技が見たいなと思っちゃいましたね。実際問題こう他のグループ乃木坂とか日向坂はダサダであったりとか、乃木坂も4期だけでこうドラマやったりとかしてたので、欅もまたそろそろねドラマやりたいなってちょっと思いましたね。もしかしたら計画があって今進められてないのかもしれないですけどね、演技をそろそろ見たいです。舞台でもいいですね。まあ、今後期待したいななんて思います。てんちゃんの妹感、
これはね、最後の対決、今週の最後の対決ですね。まだ来週後半がありますけれども、ドッジボール対決、スリーウェイのドッジボール対決だったんですが、内野に3人、外野に3人のドッジボール大会でした。まあでも女子のドッジボールって感じでしたけれども、一番ね、僕が印象深かったのは、山崎天が一度は避けたんですけど、避けたことに浮かれてしまって、一期生渡辺理沙から当てられてしまうっていうね、でも本当にね、何て言うんだろう、無邪気さが出てる感じの動きで、当たった後のあのピンとね伸びる感じがすごく子供っぽくてね、僕はすごく好きでした。当たってねがっかりした後に理沙がね寄っていってね頭ポンポンしてあげる、抱きついてあげたりってしてるのを見ると、いい関係性ができてるな、1期生2期生って思いました。でこれがね新2期生もね含めてさらなるこう絆がこういう企画でね生まれていけば、これからがまた楽しくなるのかなって思いますね。一番ね最年少で大変だと思うんですよ、ね、同級生がいないって結構やっぱりグループとしてはしんどい時も多いと思うんですけど、話もね学校の話とかなかなかできないじゃないですか、みんなお姉ちゃんばっかりでね。そうした時にああいう共通のね思い出ができるっていうのは、てんちゃんにとってもすごくプラスになるんじゃないかなと思って、すごく微笑ましく見れました。これからまたねああいうことがどんどん起きるといいなって思いますね。今週はね、もうスペシャルという形で、欅って書けないだけに関しても特化してニュースをお送りしましたけれども、それぐらいね本当に振り幅の大きい笑いの絶えない、番組でした。本当にね制作スタッフのこういう時期だからこその、力の入れ方だったのかどうか分かりませんけれども、すごくね力の入ったいい番組に仕上がってました。これをね今度は続ける努力っていうのが大事になると思うので、続けられるようにねこれから頑張ってほしいなと思いますね。来週ねまた新しいニュースが入ってくることを祈るんですが、コロナがね続く限りはもうちょっとは、ニュースの少ない時期が続くのかななんて思います。これからねどういう形になってもね欅自体がね進み続けることに変わりはないですからね、僕らも一生懸命応援しようと思っております。ということで今週はこれまで。それではまた。